はい、どうも、こんにちは、熊田です。今日はね、10月23日の水曜日ということで、また今日も動画撮影していきたいなと思うんですけど、今日は何の話をするかというと、僕のこの YouTube の長尺動画についてちょっとお話をできたらなと思います。僕のね、この YouTube の長尺動画で、ゆるうりラジオという感じでね、この動画を撮らせてもらってるんですけど、かれこれ2年ぐらいこの方針に変えてから続けてるんですけど、まあ基本的に再生回数としては、うまくいったらまあ2000回、もっといいものは3000回ぐらいのね、アベレージでずっとね、撮影を続けてきてて、もうずっと2年間ぐらいは横ばいだったんですよね。っていうのが急に最近ね、ここ1ヶ月ぐらいで1万回再生を超えるものも2、3週間に1回出たりとか、で5000回とか超えるのも出てきて、まあ、全体で言うとね、もうほぼ再生回数が倍になってるんですよね。で、これがなぜ起こったのかなっていうふうに考えてみると、まあ、特にね、大きな変化っていうのはしてないんですけど、YouTube 側の、こう僕の動画を広めてくれる回数っていうのが増えてきてるかなっていうふうに思うんですよね。で、これなんで起こったかっていうと、僕もね、ショート動画をね、毎日投稿してて、で、この長尺動画は最低でも2日に1回ぐらいは出してるんですけど、っていうのをすることによって、やっぱりいろんな人の、動画の、まあ、YouTube に配信されて、で、目にする機会が増えて、ってなるとね、皆さんも、あ、こんな動画あるんだっていう感じで、習慣で見てくれる方も多いと思うのでね、まあ、そんな感じで、やっぱり継続していくと、何事もね、こう伸びない時期はあるんですけど、それを乗り越えるとね、やっぱりこう結果として現れる部分も出てくるんだなっていう風にね、また改めて実感したんですよね。英語も同じだと思うのでね、ぜひ皆さんも今なかなか伸びたいなと思ってる方もね、何かこう試行錯誤して変えていくと伸びていくこともあると思うので、そんな感じでね、一緒に頑張ってもらえたらと思います。はい、そしたらね、今日も英語の話に移っていきたいなと思うんですけど、じゃあ今日は何の話をするかというと、皆さん過去の話をする時のかもしれない、つまり何々だったかもしれないとか、何々したかもしれないっていう時ありますよね。今日はそのフレーズについて紹介していきます。じゃあ早速なんですけど、この何々だったかもしれない、したかもしれないっていうのは、こちらを使って表すことができます。 might have 過去分詞、これで何々したかもしれないっていうのを表すことができるんですね。で、これ may have を使うこともあるんですけど、基本的には会話の中で might have の方が使われることが多いです。might have の方がね、より丁寧でちょっとカジュアルな印象にはなるんですけど、そこまでね、大きな違いはないと思うので、今回はね、この might have について覚えていけたらと思います。じゃあね、文法についても少しだけ細かく見ていこうと思うんですけど、今回のこの might have 過去分詞の形なんですけど、この have 過去分詞って、つまりこれ現在完了なんですよね。これ助動詞の後に現在完了を置くことによって、助動詞を過去の意味で使うことができることが多いです。例えば今回の might に関しては、何々かもしれないっていうね、元の意味があるんですけど、それに have 過去分詞を置くことによって、何々したかもしれないのような感じですね。これ他の助動詞でもそうなんですけど、例えば何々すべきだっていう should ですね、その後ろに現在完了形を置くことによって、例えば should have 過去分詞の形ですね、それで何々すべきだったっていう過去のニュアンスを持たせることができます。なので今回も might have 過去分詞だけで覚えるわけじゃなくて、他のね、助動詞足す現在完了形を置くことによって、過去のニュアンスで使うことができると覚えておくと応用もしやすくなりますね。はい、そしたらね、こちらの might have 過去分詞に関しても発音を見ていこうと思います。これね、皆さん聞いてもらうとわかると思うんですけど、 might have とは発音してないんですね。じゃあどういう風に発音してるかっていうと、このね、まず最初の have の部分ですね、この h の音がここではなくなってます。よく彼をとか彼女をとかを意味する him とか her のね、この h の音ってなくなることが多いんですけど、それと同じような感じで、今回もこの have の h の音がなくなってるんですね。ってなると、この might のね、この t の音と次のね、 have の残った a の音がリンキングするので、 t と a がリンキングするとき、 t はラ行に変わるので、 might have、might have っていう感じの音になるんですね。で、この V の音に関しては、下唇の粘膜あたりを上の歯で押さえてブッブッと発音するので、 might have、might have っていう感じの音になります。はい、そしたら今日もね、この might have 過去分詞を使った表現をたくさん用意しているので、その中で文法と発音に意識しながら練習してもらえたらと思います。じゃ、まずね、一つ目の例文が、この歌聞いたことあるかも、この歌聞いたことあるかも、これね、友達とかと話しててよく使いますよね。これ語ではこんな感じで言うことができます。 I might have heard this song before、 I might have heard this song before、 こんな感じになります。そしたらね、これも一つ見ていこうと思うんですけど、まず一番最初のところですね、何々したことあるかもっていうね、過去の何々かもしれないっていうのを表したいので、 might 足す現在完了形を使います。なので今回は、I might have の後に、聞いたことがあるなので heard を置きます。これ listen to を使うと意識的に聞くって意味になるんですけど、 hear を使うとね、何か流れてきたのを聞いたことがあるっていうニュアンスになったりします。なので今回の場合は hear をね、過去分詞にした heard を使ってます。
で、その後にね、この歌を、なので、this song ですね。で、最後に、以前にっていうことになるので、今回はね、before を置いてます。今回ちょっと日本語にね、この before っていうのはなかったので、なくてもあっても全然どちらでも OK です。じゃあ、これね、一つ見ていこうと思うんですけど、まず一番最初の my love の部分ですね。こちらに関しては、一番最初に説明した h の音がなくなって、t と母音がリンキングして t がラ行っぽくなるので、I'm my love, my love っていう感じですね。次の heard なんですけど、これ注意が必要です。ここね、hard っていう感じで、口を大きく開けて発音してしまうと、大変だとかっていう時の hard になってしまうんですね。なので、ずっと r の音を出すイメージで、口は大きく開けずに heard、heard っていう感じになります。で、その後の this song ですね。こちらに関しては、this っていうのが th の音になるので、上下の歯で下を挟んで this と発音します。で、その後の song なんですけど、これ R と O の中間音で、アに近い感じで発音します。なので、song、song、こんな感じですね。で、この G の音はまた破裂音になるので、次に母音が来ないときは音が消えることが多いです。なので、今回もね、song before っていう感じで、ほとんど音聞こえないですよね。で、最後の before に関しては、この B の部分はね、単純な日本語の、まあ、B で OK です。唇を重ね合わせて弾くイメージですね。B。で、その後の for なんですけど、こちら注意が必要です。これね、before って発音するときに、before にならないように注意してください。この R の音っていうのはね、下を引くだけで、音で言うと、A 数字の4と同じですね。for、for。で、このね、F の音っていうのは、下唇の粘膜あたりを上の歯で押さえて発音するので、before、before ですね。これが before にならないように注意してもらえたらと思います。もう一度通して発音してみると、I might have heard this song before。こんな感じになります。はい、そしたらね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、これ言ったことあるかもだけど、彼沖縄に引っ越すんだって。これ言ったことあるかもだけど、彼沖縄に引っ越すんだって。これも最初のパートの、これ言ったことあるかもだけどってね、日常でかなり使いますよね。これぜひ取り入れてもらえたらと思います。これ後ではこんな感じで言うことができます。I might have told you this, but he will move to Okinawa. I might have told you this, but he will move to Okinawa. こんな感じになります。はい、そしたらね、これも一つ見ていこうと思うんですけど、まずはね、一番最初の部分、これが重要になりますね。言ったことあるかもだけど、ということなので、I might have の部分までは同じになります。で、その後に、あなたに伝えたことがあるということなので、今回は tell のね、過去分詞の told を使います。なので、told you ですね。で、その後に何を伝えたかっていうと、今回は this っていうのを置いてます。これを伝えたことあるかもだけど、ということですね。で、今回は、何々だけどっていうね、反対のことを言いたいので、but の接続詞を置いて、その後に文章を続けます。で、彼が沖縄に引っ越すんだって、ということなのでね、そのまま彼は沖縄に引っ越すっていう情報を置きます。なので、he will ですね、未来のことなので、he will。で、その後、move to。move to でね、引っ越すっていうのを表すことができるので、その後に場所を置いて、move to 沖縄っていう感じになります。そこもね、発音も見ていこうと思うんですけど、まず最初の I might have told you ですね。この might have に関しては先ほど習ったことを意識してもらえたらと思います。で、その後の told you ですね。このまず told から見ていきたいと思うんですけど、これ told にならないように注意してください。この L っていうのがダーク L と呼ばれる音になるので、歯の裏側ぐらいに舌を押し当てて told って感じで、このルーの音は音だけで言うとうに近くなるんですね。日本語のあいうとかあいうえおのおですね。舌を当てた状態で、told って感じになります。で、このね、D の音は Y とリンキングすると、十という音に変わることが多いので、told you, told you っていう感じになります。で、その後の but ですね。で、この T の音は破裂音になるので、そのまま消してもいいし、今回みたいにちょっと強調するときですね。I might have told you but っていう感じで強調したいときは残してても OK です。で、その後の he will ですね。この will も注意が必要なんですけど、L の音っていうのが先ほどのダーク L ですね。なので will ではなく will。このね、歯を押し当てた状態で喉からうの音を出します。he will。で、次の move to ですね。で、この move のこの V の音っていうのは、下唇の粘膜あたりを上の歯で押さえて、move to っていう感じになります。最後ね、沖縄。こちらに関してはね、そんなに大きな問題はないと思うので、自分の好きな場所を置いてもらってもいいかなと思います。じゃあね、もう一度通して発音してみると、I might have told you this, but he will move to 沖縄。こんな感じになります。はい、そしたらね、引き続きどんどん行こうと思うんですけど、じゃあ次の例文が、電車の中に電話を置いてきたかもしれない。電車の中に電話を置いてきたかもしれない。スマホちょっと電車に置き忘れたかも、とかっていう時ですね。これ後ではこんな感じで言うことができます。I might have left my phone on the train. I might have left my phone on the train.
こんな感じで言うことができます。じゃあこれもね、一つ見ていこうと思うんですけど、まずはね、I might have の部分に関しては今までと同じですね。で、その後が注意が必要なんですけど、これ何々を置き忘れるとかっていうのを言いたいときは、leave を使うことができるんですね。leave にはね、もともと何々を残して去るっていう意味があるので、何かを置き忘れるっていうときはね、forget ではなく leave を使うようにしてください。で、何を忘れたかっていうと、私の電話ですね。なので、my phone になります。で、最後ね、電車にっていうことなので、場所の情報を追加したいんですけど、今回は、on the train っていう感じで、on を使います。これね、前置詞注意が必要なんですけど、もしね、車のように、車のね、中で身動きが取れないときは、in を使います。で、立って歩けるときなどは、on を使うことが多いので、例えば、on the bus とか、on the train っていう感じになりますね。じゃあ、これもね、発音の注意点結構あるので、一緒に見ていこうと思います。まずね、I might have left ですね。今回の might have の部分はね、何度も意識して練習してもらえたらと思います。で、その後は、let my phone なんですけど、この left の t なくなるんですね。っていうのも、t っていうのは破裂音と呼ばれる音で、次にね、母音が来ないときは音が消える傾向にあります。なので、left my phone。left my phone っていう感じになります。で、これもね、L の音っていうのが、ライト L と呼ばれる先ほどとは違って強く弾く方になるので、下をね、歯の裏側ぐらいに押し当てて、left, left って感じで発音してもらえたらと思います。今回の場合は T がなくなっているので、left my phone。こんな感じですね。で、この phone もね、実はこの O の部分が二重母音の音になるので、単純に phone だけではなく、phone って感じでね、この O の音を意識してもらえたらと思います。で、最後の on the train ですね。ここに関しては、まず the ですね。th の音なので、上下の歯で下を挟んで、the, the と発音します。で、最後の train。これで、スペルが tr になるものは、基本的に中の口から発音すると綺麗に聞こえます。なので、train ではなく、train、train って感じですね。もう一度通して発音してみると、I might have left my phone on the train。こんな感じになります。はい、そしたら今日はこんな感じで、何々したかもしれない、だったかもしれないという意味の might have 過去分詞の形について説明させてもらいました。これもね、日常でかなり使うので、ぜひ皆さんも覚えて使ってみてください。はい、そしたらまた次の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. Have a good one and see you later.